伊勢神宮高大寺宮の別宮である伊蔵宮の所管者である。本項目では、竹尾町神社と同じ境内にある伊蔵宮所管者の竹尾町御前神社についても記述する。三重県島市磯部町、江里源次法地、河辺と通称される地域に鎮座する。鎮座地は標高10メートル程度の丘の上である。現の町神社の鎮座地は、 江戸時代に入るまでは、海面下あるいは湿地帯であったと考えられ、広大に、原社地に移ったとする説と、小高い丘であるゆえ、古くから祀られてきたとする説がある。山和姫命良きによると、遺蔵宮と同所に祀るとされるが、安定2年内空戦宮記では、羊猿を向いて、大都市神社を心配する旨が記されている。筆美町神社、筆美町御前神社を所管する。 伊蔵宮との間はおよそ800メートルほど離れている。この伊蔵宮と、祖父町神社を結ぶ道を、三雪道と言い,い、かつて神が、両神社を往来したと伝えられる。伊勢両宮、別宮節末社では、内宮末社に列するが、近代以降は、伊蔵宮所管者となっている。伊蔵宮の所管者5社のうち、第1位である。社殿は、神明作りの板吹きで、 高覧と誤解を有する。社殿は玉垣に囲まれている。伊勢神宮が所管する神社の中では珍しく、東向きに立つため、式年遷宮の度に社殿が南北に移動するという伊勢神宮の中では、得意な社殿である。東向きである理由は、東にある遺蔵の裏を意識したという説がある。伊勢神宮の拙者、末社、所管者には通、通例。 祭銭箱は置かれていないが、スケビ町神社には祭銭箱が置かれている。鳥居は三重県道61号磯部大王戦争に立つ。鳥居から社殿へ至る石段は36段ある。一段を一瞬とし、36段で36瞬、すなわち一年を表すという説が磯部郷土市で唱えられている。磯部川の分流が神社の森のふもとを流れており、 ふもとにある井戸の水源になっている。ただし、上手者は通常蓋がされており、利用できない。江戸時代の社地も現代と同じ規模であるが、当時は石段を登って、すぐの山道西側に、スケビ町神社抹社の水木社、スケビ町神社の展示と古戸の地の中間付近の東側の位置に、神楽殿、スケビ町御前神社に並立して、最東端に、 助備町神社末社の秋津社、宿営所があった。助備町神社末社とされた水木社、秋津社は、明治時代に伊勢神宮の所管を離れ、磯部神社に合志された。明治4年に、助備町神社に改められるまで、大都市宮、法地宮、良い,い高宮、神尾富子神社など様々な社名が用いられていた。高宮、良い,い宮、良い,い高宮の名は、義所である。 仙台旧寺本儀大成業が提唱した社名であると考えられる。高宮などの名を用いて、スケビ神社、伊蔵宮の地位を高め、スケビ神社が本来の荒祭り宮であると偽装することが目的であったと考えられる。スケビ神社の名の書室は、延暦23年の皇大御神宮儀式町であり、スケビ神社と記す文献もあるが、 近世以前の古書ではほとんど、大都市神社ないし、大都市宮と記す。式内社としての社名は、道東坂見か沢の御子神社。磯部町市では、島国における名称が、道東坂見か沢の御子神社、内宮における名称が、助ケ町神社、地元新人による名称が、大都市神社であるという仮説を唱えている。現代でも大都市社、放地社、放落としさんなどと、 通称される。祭人は、大落神。法置伝承に登場する真鶴が、大年神であるとされる。他に、大年神は、スサノオの子であるとする説、イサハトオビシン、またはその子とする説、穀物の神とする説が出されている。大年神の名の由来は、放置が大年に変わったとする説と、鶴が長寿を象徴することから、大き年が転じて、 大年になったとする説がある。宇治山田獅子では、スケビ神社の祭神を、神か沢のおこかみとする。神か沢のおこかみは、縁起式神明朝記載の道東座神か沢の、御女神社の祭神であり、淡島の神の子である水田の守護神と考えることが、できる。地域住民は、宝都市さんと呼び、稲の豊穣や、病害中苦情を祈願するものが多い。また、 地主神として、地鎮、方位女の信仰がある。江戸時代の医師である、林玄中の両親は、スケビ朝神社で子供を授かるように祈願している。遺蔵宮の下空だと考える住民もいる。スケビ朝神社の身体は岩石であり、岩石に付着した海の元応募式物が潮の看板に合わせて上下し、床よ不変の神であることを示すという区伝がある。 島市立磯部小学校の校歌の歌い出しは、法治宮の丘に立つであり、地域住民には親しみ深い神社である。助備町御午前神社佐備町午前神社は4つの社から、なり、伊蔵宮の所管者5社のうち、第2位から第5位である。社名を、助備町御午前神社4社と記す文献もある。磯部町市では、助備町神社午前4社と記す。 関文年間遺蔵宮関主等を冒険当時の磯部、宮古図は、地主神語社志葉略士は、月読み具、熊野妖拝者、小安の社と記す。スケビ朝神社に向かって左側、南向きに四つの小さな社が並んでいる。四社とも神明作りの板武器である。祭神は、スケビ朝御前神とされる。別の説では、伊佐波島美神の子孫の霊を祀るとする。 一方、多くの古書では、祭人不明としている。境内地は、縄文時代から古墳時代にかけての遺物が出土し、弥生時代後期から古墳時代初期のものが中心に、共混用と見られる土器類が発見された。山和姫命よきによると、スケビ神社の創建は、水人天皇27年9月である。また、スケビ神社は、 縁儀式神明帳に記載されている、道東坂三笠和の御女神社に否定される。一方、中川常則大神宮儀式会では、道東坂三笠和の御女神社が、スケビ神社である証拠はなく、信じがたいと記している。高大神宮儀式帳では、スケビ神社の祭儀は、遺蔵宮に従って行うと記載されていることから、平安時代以前から、 伊蔵宮の付属者であったことが伺える。同書の、いざ津宮祭具部行事の欄に、後世の過失であると考えられるものの、スケビ町神社一書、午前四社の記述があり、スケビ町午前神社の存在も確認できる。ただし、スケビ町午前神社の創建は不明である。同社を放祭した士族は島津国造族と考えられ、同族の日本国造と同じく、 大う紙を祀ることから、渡たつみ族の特徴が顕著に見られる。中世の初期は、内宮朝鮮が、宿職を任命し、祭祀に当たらせたが、中世末期後、内宮の統制が及びがたくなり、大都市神社の社殿は内宮を模して、屋根をかやぶきとし、金や銅の装飾かなものを施し、降欄、五回も内宮を模したものとなった。放置伝承、放置伝承は、 すけび長神社の創建にまつわる伝承であり、山と姫命よきに記されている。伝承の内容は以下の通りである。この伝説を、三金木ぎ清志家は、浅間神社の大都神を強引にすけび長神社に結びつけたものとして批判している。磯部長氏では、地域を治めた磯部氏が稲作の神として創始したものとの説を提唱している。江戸時代初期には、 内人と呼ばれる、宿職が任命されていた。漢文2年、久しく途絶えていた、伊蔵宮の戦遇が行われることとなり、山田奉行、八木宗直と鳥羽藩主、内藤忠政が、造営奉行に就任したが、他の別宮と合わせるとして従前よりも極めて小さい、社殿となってしまった。これに不満を持った伊蔵宮の新官らは、不満を募らせ、診療復興を目指した。 直訴運動は、遺蔵宮が本家の内宮であるとする過激な主張に転換していった。漢文3年には、日光東照宮へ参考する途中の徳川家綱に直訴するに及んだが、これを不義なる訴訟言語道断沙汰の限りとされて、新人54人が伊勢、島両国からの追放処分を受けた。この漢文事件以降、大都市神社の宿職が、 内空から正式に認じられることはなくなり、私章の神職が祭祀に当たった。他に、神楽署が設置され、神楽職人が任命された。江戸時代には、大都市神社の抹社として、秋津神社と水木神社の名が見える。明治4年、神宮職政改革により、私章の神職と神楽職人の職は廃止された。 代わって、伊蔵宮の神職が、スケビ町神社の祭司を務めることとなり、神楽署は、同年8月に廃止、撤去された。同年、正式な社名が、スケビ町神社と定められた。大都島社とされた秋津神社と、水木神社は、磯部神社に合祀され、スケビ町神社境内を離れた。スケビ町神社は1909年11月、 助備町御前神社は1910年1月に建て替えられた。その後1929年の神宮式年遷宮に、際して神殿に、すのココーラムおはしを、不死お屋根をかやぶきとしをかきとなすが蒸気便団を、ご定裁統一上不都合であるとして改造された。太平洋戦争中は、森系部隊に校舎を接収された、磯部村国民学校の児童らが、 スケビ町神社で授業を受けることもあった。第62回式年遷宮を終え解体される、スケビ町神社旧社伝百9 5 9年9月26日の伊勢湾台風では、境内の巨木がなぎ倒される被害を受けた。1994年、式年遷宮が実施された。2013年2月1日放送の30テレビの番組、お伊勢さんに、眉まどかが、 ゲスト出演し、スケビ朝神社を参拝した。伊蔵宮の付属者として、祭司は、平安時代頃から中世まで、神鍋祭りと月次祭を呼び、式年遷宮は、伊蔵宮から五千頭二十束、その他の祭り料、祭期は、内宮の大宮寺から賜って、伊蔵宮と同様に取り行われた。中世以降、式年遷宮が滞るようになると、地元の磯辺公民によって、 市営で遮言の建て替えが行われるようになった。漢文事件以降、大都市社は公営による建て替え、午前4社は市営による建て替えに移行する。明治以降は、助備町神社、助備町午前神社ともに、神宮寺長及びつくり神宮市長が、式年遷宮を受け持つことになった。室町時代から、江戸時代には、神楽殿があり、猿田彦大臣を祭り、天下太平と、 五穀豊上を願って年間36回のカグラが奉納されていた。ありがとうございます。